ついに分かりましたよ本当の幸せとは何かがはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してますはいということで今日は幸せになりたくないっていう人そしてもう十分幸せやそういう人は 見なくて結構です。もう切っていただいて OK です。今日は幸せになりたいっていう人だけのために動画を撮っています。ちょっと音を上げますね。えっ、ー、と、イヤホンのね、声が聞こえなかったから。はい。ということで、えー、言いますよ。幸せになるために大事なことはそれは、幸せとは何かを知ること。 そうですよね当たり前ですよね幸せとは何かが分かってなかったらそれを手に入れることはできませんだからまずは「幸せとは〇〇だ」その〇〇を明確にすることが大事なんです。 その幸せっていうのは人生のゴールですよね。ゴールがわからないと今どっちに向かって進んでいったらいいかわからへん。大阪がゴールやったら大阪に進む。北海道がゴールやったら北海道に進む。アメリカがゴール。アメリカがゴールやのに自転車乗って一生懸命こいでもアメリカには到着しません。そういうことなんですよ。幸せになるためには幸せとは何かが分かっていないと幸せにはなれない。ということで今日はそれをやりましょう。幸せとは何かそれを明確にする。 はいということでこのチャンネルではあなたがあなたらしくなるそして本音で生きるためのこえー、っと感じあった本音で生きるための行動習慣やライフスキルを全力で紹介していますよかったらチャンネル登録ボタンをポチって今押してもらえたら嬉しいですあとツイッターインスタラジオラジオでも何て言うのツイッターインスタブログ音声メディアでも毎日配信してますので興味があればご覧ください概要欄から。 はいということでいきますよ幸せとは何かまずそれですね幸せとはあその前にこれいきましょう幸せになるためには2つの条件がありますここからいきましょう1つ目 Be yourself ありのままを肯定する2つ目 Do your best 最高の自分を表現する Be yourself ありののままの自分を肯定する。これね大事ですよねそのままの自分の長所短所できることできないこと得意なこと苦手なことそのままの自分の状態であったり与えられている環境その環境に感謝してありがたいって思う心感謝の気持ちであったりもう今のこの状態を肯定するということ。 この感覚ですよもうこれがなかったら絶対に幸せにはなれないもうどんだけ一番になってもお金持ちになっても可愛い姉ちゃんと付き合ったとしても自分なんかまだまだや自分なんて全然やっていうふうに思ってたらいつまでたっても満たされないんですよ心のエネルギータンク心のタンクコップ想像してもらったらそのコップの中にねいくらねこう幸せが注がれたとしてもそのコップの底に穴が開いてたら 抜け出ていくいつまでえたっても幸せになれない満たされないんですよありのままの自分を肯定するこれが一つ目めちゃくちゃ大事ですでもねこれだけやったら不十分なんですよもうそのままの自分でいいんだ何もできなくてもいいんだこれ大事ですよでもそうなると本当になりたい自分本当に手に入れたいものに向かって進もうっていうエネルギーが湧いてこないことがあるんですよもうこのままでいいやん もう何もやらんでいいやんっていうふうに楽をして楽をしてえっと苦痛を避けるようになってしまう。だからこれだけでも不十分なんですよ。もちろん自分を肯定して自分を受け止めてそしてエネルギーを満タンにすることは大事。エネルギーを満タンにしたら行動することが大事なんです。それが二つ目です。do your best. これは最高の自分を表現するということです。はい、最高の自分、すべての自分を使い切る、100%の自分を発揮するということ、本気でやる、えー、全力でやる、一生懸命努力する、これですよ。はい、これいわゆるね、あのフロー状態とかゾーンに入るとも言われてます。このフローとかゾーンを研究していたチクセンとミハイ教授、この研究がね、なんかすごい興味深くて、えー、チクセンとミハイ教授はね。 ポーランドかなに生まれて第2次世界大戦後にねすっごいストレス抱えてえ苦しんでる人をたくさん見てきたんですって。でその中で人間は どういうふうに考えたら幸せになれるんだろうとか、人間の生きる価値っていうのをどこに見出したら死ななくて済むんだろうっていうことを研究したそうなんですよ。えーね、アーティストであったり、芸術家であったり、ビジネスマンとかいろんな人にインタビューして研究しました。その結果分かったこと、それがフロー状態だったんですよ。人間はフロー状態の時に最高のパフォーマンスを発揮できて、も とも幸せを感じるようです。 幸福感を得られるようですでそのフロー状態っていうのはまさにねなんかあのー、子どもたちがゲームをやってる時の感覚ですよ夢中になってる状態極限の集中状態ですよ前のめりにそれを没頭してる感覚あもうこんな時間やったんやってこう時間を忘れて取り組んでるその状態がフロー状態なんですよその状態の時に最高の自分を表現できて最高の幸せを得られるということなんですでスポーツマンはねえっ、ー、とーこのフロー状態になるためのトレーニング いこのフロー状態っていうのはやっぱすっごい大事じゃないですか1年に1回やっちゃうわ4年に1回のオリンピックでね最高の自分を表現するためには日頃からね、えー、最高の自分を表現するための心心のトレーニングが必要なんですそういうことでアスリートもやってるだからつまりこのフロー状態っていうのはトレーニング次第では誰でもいつからでもできるんですよはい ということで、えー、幸せっていうのはね、この be yourself と do your best、これ両方が大事なんですよね。で、この do your best っていうこの最高の自分を表現する,ためするってことを考えたときに、本音の自分とつながっていなかったらほ、ね、本当に自分がワクワクすることをやっていなかったら、最高のパフォーマンス出ないんですよ。自分が嫌いなこと、嫌なことをやってるとき、嫌やなこの宿題って思いながらやってるときって、最高のパフォーマンス出ますか早く時間を過ぎ去ってほしいって思いませんね、逆にね。 はい、だから本当の自分とつながっていなかったら2番ができないんですよつまり幸せになるためには BeYourSelf と DoYourBest ありのままの自分を肯定すると最高の自分を表現するこれどちらも必要なんですどちらかが欠けてても本当の幸せは手に入らないはいそういうことなんですだからこの2つをキュッとまとめると本当の幸せとは ありのままの自分を肯定し最高の自分を表現すること言い換えれば自分の本音を選択し夢中になって生きることそれがおカッチにとっての幸せですあなたにとってはどうでしょうか幸せとは何ですか、はい、よもしよかったらカードとかね 付箋とかにね、今ちょっとペンとかに書いてみてください。ね、幸せとは何ですか。で、それ書いたのをね、見えるところに貼ってください。ね、幸せになるためには、幸せになるためにはね、幸せとは何かが分かっていないと慣れません。人生のゴールにたどり着きたいんだったら、そのゴールがどこなのかが分かっていないとゴールには行き着かない。だから、もしよかったら、幸せとは何か言葉にしましょう。 おかっちにとっての幸せはありのままの自分を肯定し最高の自分を表現することでしたはい少しでもためになった勉強になったおかっち頑張れそしてマックス君今日もいけてるよっていう思う方は高評価ボタンを押してもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです、えー、普段このチャンネルでは今回のようにあなたがあなたらしく生きるための「 ライフスキルそして考え方を全力で紹介してます興味がある方は最新動画を見逃さないように、えー、チャンネル登録ボタンポチッて押してくださいそしてチャンネル登録ボタンポチッて押していただいた方はその横にある鈴のマークをポチッて押していただいたら、えー、めちゃめちゃ嬉しいですはいということでジエンドそれではワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ